問題。アドルフ・ヒトラーが生まれたブラウナウがあるのは現在でいうどこの国でしょう？正解はオーストリア。問題。画家を目指していたヒトラーが受験するも不合格となったオーストリアの美術教育機関は何でしょう？正解はウィーン美術アカデミー。問題。ギリシャ語で焼かれた生贄という意味があるナチスによるユダヤ人大量虐殺を何というでしょう？正解はホロコースト。問題。ドイツ人とユダヤ人との結婚の禁止やユダヤ人の市民権の剥奪などが定められた法律を、これをアドルフ・ヒトラーが公表発布したナチス党大会が行われた都市から何法というでしょう？正解はニュルンベルク法。問題。1919年、戦争から復員したアドルフ・ヒトラーが入党した後のナチスの前身となるドイツの政党は何でしょう？正解はドイツ労働者党。問題。1920年2月、ミュンヘンの党大会で採択されたナチスの党綱領を何か条綱領というでしょう？正解は25か条綱領。問題。ヒトラーがタイトルをつけ、リーフェンシュタール監督に直接依頼し撮影されたナチス第6回全国党大会の様子が収められた記録映画は何でしょう？正解は意志の勝利。問題。第一次世界大戦後、共和制となったドイツにおいて大統領に当選し、アドルフ・ヒトラーを首相に任命した大統領は誰でしょう？正解はヒンデンブルク。問題。逆万字、右万字とも呼ばれるナチスドイツのシンボルマーク、鍵十字のことをドイツ語で何と言うでしょう？正解はハーケンクロイツ。問題。1923年、ヒトラーがルーデンドルフらとワイマール共和国打倒を目的とし反乱を起こすものの、鎮圧され逮捕されることとなった一揆を、この暴動が起こった都市から何一揆というでしょう？正解はミュンヘン一揆。問題。ドイツ語ではマインカンプというミュンヘン一揆の失敗後、ヒトラーが獄中で表した本のタイトルは何でしょう？正解は我が闘争。問題。ドイツ語ではヒューラーという大統領、宰相、党首の権限を合わせた強大な権力を持つことができるヒトラーがついたナチスドイツの最高官職は何でしょう？正解は総統。問題。ドイツ語でヒトラー万歳という意味になるナチス式敬礼をする際に言う総統ヒトラーへの称賛と忠誠を示す掛け声は何でしょう？正解はハイルヒトラー。問題。ヒトラーが建設拡大を推進したことでも知られる制限速度無制限区間があることが有名なドイツの高速自動車国道は何でしょう？正解はアウトバーン。問題。アドルフ・ヒトラーと結婚した翌日にヒトラーと共に自殺したことで知られるヒトラーの妻は誰でしょう？正解はエバ・ブラウン。問題。ヒトラーが妻エバ・ブラウンと共に自殺した総統地下壕があったドイツの都市はどこでしょう？正解はベルリン。問題。アドルフ・ヒトラーの自殺後、遺書に基づき大統領に就任し、連合国への無条件降伏を行った軍人、政治家は誰でしょう？正解はカール・デーニッツ。問題。ヒトラーの遺書によってドイツ国首相に任命されるも、それに背き、ヒトラーの後を追って家族と共に自殺した政治家は誰でしょう？正解はヨーゼフ・ゲッベルス。問題。ナチスの支配下にあったドイツと戦前の日本を舞台に、アドルフというファーストネームを持つ3人の男たちの人生を描いた手塚治虫の漫画は何でしょう？正解はアドルフに次ぐ。
問題、アドルフ・ヒトラーが政権を獲得した翌年に起こしたレーム事件をもとに描いた全3幕からなる三島由紀夫の戯曲は何でしょう。正解は我が友ヒットラー。問題、アドルフ・ヒトラーと同じ1889年に生まれ、ヒトラーを皮肉った映画独裁者を制作したイギリス出身の喜劇役者は誰でしょう。正解はチャールズ・チャップリン。問題、ヒトラーが2010年代のドイツによみがえり、ヒトラーのモノマネ芸人として人気者になっていくという内容の映画化もされヒットしたティムール・ベルメ氏の小説は何でしょう。正解は帰ってきたヒトラー。問題、日本語ではヒトラー青少年団とも訳される1926年に設立されたナチス党内の青少年組織を端に発した学校外の放課後における青少年強化組織は何でしょう。正解はヒトラーユーゲント。問題、ホロコーストの象徴アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所は現在のどこの国にあるでしょう。正解はポーランド。問題、ブラウナウにあるヒトラーの生家は改装が行われ、2023年よりどんな施設として利用されるでしょう。正解は警察署。問題、ゲーリング、ヒムラーによって設けられた組織で、反ナチスやユダヤ人に対する暴力的弾圧を行ったナチスドイツの国家秘密警察を何というでしょう。正解はゲシュタポ。問題、ヨーロッパ諸都市内でユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区を何というでしょう。正解はゲットー。問題、1942年12月からヒトラーが自決するまでヒトラーの演説原稿や挨拶文の口述筆記を担当していたミュンヘン生まれの女性秘書は誰でしょう。正解はトラウドル・ユンゲ。問題、ナチズムを復興しようとする社会的政治的運動の総称をカタカナ4文字で何というでしょう。正解はネオナチ。問題、2020年ドイツ国総統ヒトラーと同姓同名であるアドルフ・ヒトラー氏が出馬当選し話題となったのはどこの国の地方議会でしょう。正解はナミビア。